元 AKB48 の板野友美、30、が10日、第一子となる女児を出産したことを所属事務所を通じて発表した。母子ともに健康という。所属のホリプロは報道各社にファクスを送付。ホリプロ所属の板野友美が元気な女の子を出産いたしました。母子ともに健康ですと発表。今後については体調や育児と相談しながら、できるだけ早く仕事に復帰する予定だという。出産日、名前などはプライバシー保護の観点から非公表という。板野は自身のインスタグラムで、愛娘との2ショットなどと家族3人のショットなどと共に、コメントを発表。先日無事に出産を終え我が家に可愛い女の子を迎え入れることができました。出産は奇跡の連続でしたと喜びを綴った。そんな奇跡を経験させてくれたこと、そして、私たちの元に生まれてきてくれて本当にありがとう。毎日いろんな表情を見せてくれる我が子に愛しさが止まりません。妊娠期間中はコロナもあり不安も多かったですが支え続けてくれた家族や友人、産院の皆様、仕事関係者の方々、そして温かいコメントをたくさん送り続けてくれたファンの皆様に本当に感謝していますと感謝。これからもっともっと笑顔の絶えない家族になっていきたいです。今後とも、私たち高橋家をよろしくお願いしますと記した。生まれたての愛娘の写真もアップ。はじめましてやっと会えたねと呼びかけた。板野は今年1月5日にプロ野球、ヤクルトの高橋奎二、投手、24、と結婚。5月に妊娠を公表。今週の出産を予定していた。